も始まりました。相模原市の情報をもっと知りたい、もっと見てみたいという皆さんをナビゲートしていくこちらの番組、相模原情報番組さがなび2。今回は夏本番、相模原の水辺で遊ぼうと題してお送りいたします。まずはこちらの宮ヶ瀬湖です。宮ヶ瀬湖の水辺の遊びといえば、なんといってもこちらの遊覧船。宮ヶ瀬湖畔、ダムサイト、鳥居原の3つのエリアを結ぶ移動手段として、また湖水面から自然や景観が楽しめるレジャー用として利用されています。そして宮ヶ瀬湖に行ったらぜひ立ち寄ってほしいのが、こちらの鳥居原ふれあいの家です。産地直送の生き生き野菜の販売や展示即売会、8月15日は鳥居原ふれあいの家納涼祭や花火大会などのさまざまなイベントも盛りだくさん。遠くに見える虹の大橋を眺めながら灯台に広がる自然を満喫してみてはいかがでしょうか。水辺の遊びといえばキャンプやバーベキューを忘れてはいけません。そこでおすすめなのは道志川にある青野原道志川の家です。360度自然のパノラマを体感できる相模原市の宿泊施設となっています。道志川ではアユやヤマメ、ウグイなどが釣れ、静かな虫の鳴き声と川のせせらぎの中でキャンプをすることができます。相模原市の川といえばもうおなじみ相模川です。水辺での遊びはもちろんのこと、大島地区には上大島キャンプ場、相模川清流の里などの宿泊施設もあり、ゆったりと川遊びを楽しめます。また近くに相模川自然の村公園があり、公園内には子どもたちに大人気の水遊びスポットがあります。たまには時間を忘れて公園でのんびりしてみるのもいいですよね。さて最後はやっぱりこちらの相模湖です。ひときわ目立つのはこのニュースワン丸、白鳥の形をした遊覧船です。102人乗りの遊覧船で相模湖をおよそ25分で一周します。嵐山を見ながらゆったりとした時間を過ごしてはいかがですか。その他にもこちらの足漕ぎボートは子どもたちに大人気、またブラックバスなどのスポーツフィッシングでも有名ですよね。そして相模湖をもっと知りたいという方にはこちらの相模湖記念館へ立ち寄ってはいかがでしょうか。相模湖の水に関する情報がいっぱい詰まっている記念館です。子どもたちの夏休みの宿題のヒントになるかもしれませんね。さあいかがだったでしょうか。ご存知の通り今年から津久井町、相模湖町が仲間入りしたことによって大自然がいっぱい、水辺もいっぱいの相模原市になりました。今年の夏は自然を満喫できる相模原市探訪をしてみてはいかがでしょうか。さて相模原市の情報をお届けするさがなび2は毎月1日と15日に更新します。次回の更新は8月15日です。お楽しみに。